冒険をする32。はい、戻られる。ちょっとで一応これね、アイテム全部残ってるんだよ。 DS 版でセーブしたらこれアイテムどうだったっけな、使って消費したやつなくなるんだったっけ、ちょっと忘れちゃった。で一応これでもうフラグは立ってるはずなので、行きましょう。どっちのアモールだったっけ、上の世界だったっけ、いや下の世界か。あれでも下の世界のアモール、下の世界のアモールはそもそも閉まってたよね、奥の位置。上の世界のアモール、ということでエンディングで光ってた場所ここかな。これレミラーまで光るのかな、光るわ。あと一つ宝の匂いがする。はい、はぐれの悟りということで、はぐれメタルもね5にしなきゃいけないんで、でその後に仁王立ち覚えさせること考えると、やっぱハッサンをはぐメタにしちゃうのがあるかな。さあということで、今からすることは裏ダンジョンに行くためのレベル上げっていうか熟練度上げ。とりあえずアボスが商人マスターにしてレンジャーの5、ミレイはこのペースだったらスーパースターマスターになるかな。終わったら誰にしよう。ピエールはピエールは次やっぱ僧侶で、ベホマまで覚えて、スライム闘技場のメタキンシールド、メタキンの盾までは手に入れたいね。正直ね、ちょっとあんまりレベル上げたくないんだよね。とりあえずね、ドレアムさん低レベルで勝てるかっていうのをちょっとやりたいところあるんで。で、バーバラの魔法戦はあと1で終わり、終わったらどうするかっていうところだけど。で、チャモロは賢者がマスターになるぐらいかな。まあ、結局アモスのレンジャー5が遠いんだよ。っていうのはドラゴンはもう完了してるから、であと勇者とハグメタの5だから、俺がバトバスマスターになったぐらいで、ハッサンもあのパラディンがほぼマスターになると思うから、まあハッサンのパラディン5になったらハグメタ5をベザさしておいたら、ハグメタ5になったぐらいで俺の勇者5と多分被ると思うんで、そのタイミングでいいかな。だからあえてレベル上げじゃなくてね、熟練度上げしかしせずに、ちょっと低レベルでダークドレアムに挑んでみようかな。ドラクエ4コマのネタでね、あのピエール1人にして、ここのスライム闘技場のここ入ろうとしたら、あの上のナイトの部分がそこの壁にめり込んでるやつだったわ。はいっちょ、あれ、解説こっちか。ちょっと商品チェック。あれ説明しますかの人。はい、あ、はい、してからか。さあ、報酬。結局ね、欲しいのはメタルキングの盾だね。それ以外は正直いらない。キラーピアス、ゴールドアイバー、スライムアーマー、毒針いらない。で報酬は2回までもらえるんで、できればメタキンの盾が2個欲しい。ドラゴンの悟りもあれ5万ゴールドするからもらえるに越したことないんです。さあとりあえずマスタークラスいくら、5000。あ、まあ勝てないのを確認しに来た感じ。まあこれは勝てない。さすがに頑張ー、これ無理だね。あーしげり、もうこっち
回目すら怪しいんじゃない。一回戦すら勝てないね。これはあれかな、輝き行きぐらいを覚えないと勝てないな。そしてベホマがないんで、自分回復することすらできない。はい、話にならない。さあ次だ次だ。ね、しっかり死んでやがるじゃねえか。邪魔のベホマだ。とりあえずベホマがないと話にならない。あーもうまた聞いちゃった。エキスパート。勝ちたいのはここ。いや一瞬分裂したな。ああ行けピエール。おお一撃きます。おおこれ運ゲーはやめて。これメガザルロックが全復活させるパティーだよね。あ割と早かった。やっぱベホマないとちょっときついか。運ゲー始まるよ。皆殺し勘弁。痛いね。やっぱホイビーじゃ回復量が足りない。ベホマをとりあえず覚えないと話にならないっていうのもよくわかるね。とりあえずベホマを覚えないと無理。欲しいのこれだけだからね。残念無念。さあここぐらいなら勝てるんじゃないかな。バトルスタート。まあベホマまで覚えさせてドラゴンがベストかな。で初めの雑魚戦を輝く指で即終わらしちゃいます。トゥル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 タンタンタン。2回戦。一撃必殺じゃない。ようだ。これ効率的には結構なダメージだ。作るとはまあ元の守備力が出るかな。いやー掘りつく息は結構痛いんで先にそいつに倒してほしかった。やっぱベホマないと辛すぎるな。回復が よし熟練度上げはベホマを先に覚えさせるか。あ、ツードラゴン燃え下がるから耐えれるか。マジンギリ当たった。まあ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 ベホマだね。ベホマがあればここには勝てる。まあきついね。さあベストドレッサーコンテストはいくらいるんだったっけな。
360だよね。多分いけると思う。やめろ、攻撃しろ、攻撃、お前いい加減にしろ。エホマスライムだけど火力なかったら一生勝てねえやつか。大丈夫、火力は足りた。さあ、3回戦は決勝戦。あら、まさかの自分。自分じゃねえし。メラ耐性ねえから一体。よしゃす。今のピエールさん弱いっすよ。急所好きはやる。まあ、ここまでだね。ベホマなしで勝てるのは。ということで、ベホマ覚えてから出直しましょう。氷の刃。ちなみに氷の刃の効果は、ハッサンが装備できる攻撃力プラス 62? 大したことねえな。グリンガムの鞭より80近く低いし、まあまあまあ、所詮ランクね、F だったかな。全出しちゃった。まあランク E。 ということで欲しいのはね、 G の、ネタキンタッチと H のドラゴンの残りだけなんで、はい、リセット。並び替え、ミレイ。なしかけ、よくぞ参られた、シャンポルティ。はい、地下劇場へようこそ。ランク7で優勝されたミレイさんご一行ですね。残すはランク8の最終のみです。はい、もちろん参加します。さあラスト、行くぜ。スライムナイトです。待ってましたよミレイさん。ミレイです。5番だから一番右に並ぶのじゃ。エッコ、あなた大したことないわ。坂本、サチマリ、あなた大したことないわね。ヒロリ、自信満々の子しかいない。候補、皆さん大変長らくお待たせいたしました。ただいまよりランク8、つまり最終コンテストの開始です。さすが最終コンテスト、かっこいい出場者が揃っていますね。では1番の方から自分をアピールしてもらいましょう。無駄にやり込みたい人はこれを8さんでクリアするとかね、そういう目標を立てて頑張ってください。オーケー、続いてナンバー2。かっこいいっしょ、かっこいいっしょ。むしろ俺可愛い系でいきたいんですよ。さあナンバー3、バニーちゃんです。ボーナス狙い。我が輩は姫であるぞ。あがまえたまえ。あたしスーパースター行くわよ。ハッスルダンス、それハッスルハッスル。まだ覚えていない。
夫全員のアピールが終わりました。究極とも言えるランク8のコンテストでありますが、いかがでしたか皆さん。いやさすがに素晴らしい出場者ばかりでしたね。ランク8の商品はなんと幸せの帽子。これはすごい。この商品を手に入れるのは果たして何万なのか。それでは審査スタート。さて審査の結果気になります。最終コンテストということで審査も長引いていますね。私の予想では、おっと審査が終わったようです。どうして審査員は3人だったんでしょうかね。一番上の椅子が余っておりますね。はい、最終ランク8のコンテスト、スーパードレッサーの栄光を輝いたのは、ドラムロールからの優勝は360点ミレイユです。はい、ということでベストドレッサーコンテスト、カンプレイ。幸せの帽子はいません。全然いらない。MP が自動回復するんで、初めて行くダンジョンとかにはいいんだけど、まあ初見プレイじゃないからルートとか知ってるから。ボス戦でこんな耐性のない装備するわけがないし。また次回の参加をお待ち。次回はないし。ではラルフ先生お願いします。ああ、ロマンさんだけどね、プリンセスローブと黄金のティアラ。あ、いいよいいよ、これにはボーナス50点つけちゃったな。はい、ということでラルフ先生のせいで、もう審査がめちゃくちゃだよ。最終コンテストということで審査も大変だったざますよ。レイさんはスーパードレッサーの名に恥じることがないようにどんどんとかっこよさを磨いていってほしいざますね。それでは皆さん、今回はこの辺で失礼しましょう。 See you again next コンテスト、バイバイ。ということで、幸せの帽子をゲットゲット。アイテム片付けられちゃった。一人でやってよかった。幸せの帽子、賢者の石。まあ正直今からドレアムと戦うまではあんまりいらない。あった、守備力意外に悪くないね。このゲームね、耐性のある頭装備がメタキンヘルムと主人公のやつと、この黄金のティアラしかないんで、他は何もいらないんだよ。あとはもう守備力だけの問題だ。一応知力の兜で賢さ上がるけど、賢さは何の意味もないからね。それを考えると、頭は山彦の帽子、魔法系は山彦の帽子、ね、メタキンヘルムできる人はメタキンヘルム、まあ、結局そう落ち着くんで。幸せの帽子は意外に守備力高いんで装備しててもいいね。これぐらいの守備力差だったらチャモロが道中で魔法使いまくっても大丈夫になるんで、チャモロに装備させておくかな。もしくはバーバラにいきなりバランテをぶっ放して、その後ダンジョン終わりぐらいには完全回復してるかなとか、そんなレベルだね。まあチャモかな。ということで祈りのエリアを1個片付けて、出すチャモ。幸せの帽子、まあ守備力5ぐらいの差だったら、スライムベッドをピエールにやろう。おめスライム族のくせにスライムベッド装備できねえだかチャボルのがよっぽどスライムじゃねえか。だそうです。並び替えということでね、ここからはもうひたすらレベル上げが続くので、まあ、チャモロにして
しかも口笛するから歩かないんだよね。結局どうでもいいわけよね。今から400回ぐらい、ね、戦闘が始まるんで、多分 3時間ぐらいかかるんじゃないかな。とりあえずしなければいけないことはピエールにベホマを覚えさせること。まあ全部の職業のレベルが5になるまでは先に進まないんで。順番なんかどうでもいいって言ったらどうでもいい。とりあえずハッサンが5になったらはぐれメタル、これはもうバトマスをマスターして勇者の5で、アモスがレンジャーの5達成したタイミングぐらいでおそらく裏段に行けるんで、ちょっとピエールは早めにベホマまで覚えさせて、その後ドラゴンかな。まあメラミだけ覚えさせるっていうのもありなんだけど、まあメラミよりも通常攻撃だね。さあそういうことで、道具もね正直何にもいらないね。ほとんど魔術師の塔はボタン連打だけで倒せるから、むしろ俺をどけてね、あの戦うの選択肢を減らしたいんだよ。でドランゴが輝く気を覚えたらもっと楽になるし、よし、まあまあいいや。ということでベストドレッサーコンテストまで完了。ここからはレベル上げ、お金も貯めないよね。まあどっちかというとレベル上げよりもね、熟練度上げを優先したいので、天魔の塔じゃなくラストダンジョンじゃなく魔術師の塔でレベル上げスタート。